2020年に神奈川県立平塚農業高等学校と神奈川県立平塚商業高等学校が統合する形で開校した。旧平塚農業高校の校舎を農業校舎、旧平塚商業高校の校舎を商業校舎として利用している。2020年4月1日、開校新型コロナウイルスの影響で入学式が2ヶ月遅れの6月4日に行われた。 運動部分株部商業活動部平塚駅、北口バスターミナルから、神奈川中央交通バス利用で、平塚農商高校下車徒歩1分平塚駅、北口バスターミナルから、神奈川中央交通バス利用で、桜川下下徒歩3分、校長より神奈川県立平塚農商高等、学校、www.pen-kanagawa.ed.jp 2021年1月10日閲覧。教育方針、学校目標、神奈川県立平塚農商工等、学校。www.pen-kanagawa.ed.jp。2021年1月10日閲覧。部活動、農業クラブ、商業活動部、神奈川県立平塚農商工等、学校。 www.pen-kanagawa.ed.jp2021 年1月10日閲覧アクセス神奈川県立平塚能商工等学校 www.pen-kanagawa.ed.jp2021 年1月10日閲覧ありがとうございます